犯人は吉田さん。英語わからないのいいことに、吉田のせいにされてそう。吉田、はい、僕です。臭くて草。試合中にこれはふざけすぎて草。ベンチの雰囲気良すぎだろ。風和って言ってるのわかるよね。大谷ヌートバーが途中交代した理由はこれか。新プレー、好プレーでアフレコされそう。みんな少年みたい。こういう時、しれっと立ってる一平さんが案外、あるよね。一平。この男子校的なノリ好きだわ。たっちゃん何してんね。大谷さんの顔、最高。